Let's go. ジョブチューン R。 ぶっちゃけ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 。こんにちは、 TBS アナウンサー田中みな実です。この番組はあらゆるプロフェッショナルが知られざるその職業の秘密をぶっちゃける TBS テレビで放送中のジョブチューンのスピンオフ番組です。毎週ゲストをお迎えしてテレビでぶっちゃけた話やテレビで話しきれなかったことをぶっちゃけていただきます。今週のゲストはマドンナの専属ダンサーを務めアポロシアターのダンス大会で殿堂入りを果たした世界が認めるダンサー TAKAHIRO さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではマドンナのツアーやコマーシャル、舞台、ハリウッド映画にも出演し世界で活躍している TAKAHIRO さんとぶっちゃけ。それでは早速参りましょう。プロダンサー TAKAHIRO さんのぶっちゃけ。ダンスを始めるときリズム感は Let's go. 関係ありません。本当ですか？いや本当なんですよ。あのダンスを始められるときによく皆さん言われるのが、私リズム感がないからダンスは無理です、もうまるっきり私そういうタイプの人間です。でもそれは本当の理由じゃなくてそこじゃないんです。ダンスっていうのは、リズムっていうのは意識さえ取り除けば誰でも取れるようになるんです。皆さん呼吸をされてますよね。はい。皆さん歩くとき考えないで歩けてますよね。まあはい。これってやっぱりリズムなんですよ。考えないで体がもう動けている、ってことはダンスのリズムも取れるんです。はあ。じゃあなんで取れないのってなると、この音だから下がって上がって下がって上がってとか、右左右、そう考えると人間って一瞬動作が遅れちゃったり速くなっちゃったりするんです。はい。そうするとそれはリズムが取れてない状況になっちゃいますよね。そうですね。それがリズムが取れない状況なんだけど、それはリズム感がないっていう状況では実はないんです。あのリズムを頭で考えなくて体で、ああこうやって取るんだって感覚で踊れるようになる時が来るんです。トレーニングをすれば、はい、それは早い人だったら1週間かもしれないし、時間かかる人は1ヶ月かもしれない。でもその初めのトレーニング期間さえ超えれば皆さんリズムは取れる状態になるんです。へー、本当ですか？本当です、絶対本当。僕の今まで教えてきたもう何千という子たちの中でリズムが取れなかったって子は一人もいません。へー。でもなんかこう音に乗るとかって、例えばそういうダンスパーティーとかで、あの踊りがわからないんだけどどう振る舞えばいいのかしらっていう時に、それって音に乗ればいいんだよって、簡単だよってできる人は言うんですけど、はい、できない人からしたら音に乗るって何なんだろうって、そうですね、不思議でしょうがないんです。例えばかっこよく見せるコツっていうのはあるんですよ。え、それ教えてください。みんなリズムに乗ろうとするときに手が下がっちゃうんです。まあ、あのステップとかに気を取られてるとどうしても目線が下に行っちゃって、はい、で手とかはもう二の次三の次ですよね。そうなんですよね。まず足ステップを間違えないようにしなきゃって、はい、そればっかり考えちゃいます。でも実は真逆に考えてほしいんです。ステップよりも顔と手の位置の方をまず初めに意識してほしいです。へー。ダンスというのは見た人がその人のことをあかっこいいって思ったら正解なんです、はあ。でどうやったらかっこよく見えるか、顎を上げてまっすぐ前、あるいは見るの恥ずかしかったらちょっと斜め上を見ることです。斜め上、はい、自分の人の目線より下になっちゃうと自信がなく見えちゃうから、はい、あえてそれをあの意識して目線を上に持っていきます、はい。手もそうです。人間ってパッて人のこと見たら下半身見ないですよね。まあそうですね、だいたい顔とか、そうなんです、顔周りを見ることが多いんです、うん。その時に手が下がっていると絵がそこで作れていないわけです、なのであえて手をこの胸より上に持ってくるんです、それでゆっくり揺れるだけでいいんです。え、手はパーですかグーですかチョキですか？あの初めわからなかったらどっかあの手を組んだり腰に手をやったり肩に手を置いたりして、肩に手を置くでもいいんですね、はい、どっちでもあの両手を組んあの手を握って自分の手を握ってもいいから、できるだけ下よりおへそより上の方に手の位置を持ってくるようにするんです、うんうん。そうすると乗ってるように見えるんです。うーん、
ちょっと今やってみてますけど、なんかやっぱり高博さんと私とだとなんかちょっと違いますよね。ちょっとあの可愛いことになってますね今あのひよこさんみたいになってますけれども私はあの肩に手を乗せて、で脇をパタパタさせてるんですけど、はい、かっこいい感じにしようと思ったら何がいいですかね、わかりやすく手の動き的には、手に命を持たせるのがいいですわかりにくい、どういうことですか。一番簡単な、例えばあのこうクラップを、はいはい、とか手を叩くとか、うんうんうん、あうん、そうすると手が楽器になったわけです。手を叩くってことで手に命が宿るというか、そこに意味合いが生まれます。あ、なんか楽しそうですよね。確かに指鳴らしたりとか手を叩くっていうことで、これはテクニックですね。ぜひやってみてください。絶対あの役に立ちますよ。なるほど。ちょっと、ね、最後に、はい、ダンサーになるために必要なことを教えてください。思うことです。思うこと、夢を持って自分じゃ無理とは思わないことです。だからリズム感ないからダンス無理なんて絶対言わないでほしい、はい、リズム感ないのかもしれないけどやればできるかもしれないでやってみてほしいんです。そしたら結果は絶対出ると思います。なんか勇気を持てました。ありがとうございました、はい、本日のゲストはプロダンサーの高博さんでした。エンディングのお時間となりました。ここでジョブチューン情報です。今夜7時から TBS テレビでジョブチューン2時間スペシャルをお送りします。今回はプロフェッショナルと、そのプロフェッショナルを陰で支えるプロや同期、師弟など様々な職業のペアが登場します。先日引退したフィギュアスケート鈴木明子選手は競技で使用する衣装の秘密をぶっちゃけ、その鈴木選手を支えてきた振付師宮本健二さんは実はあるものを参考にして振り付けを考えていると、驚きの裏側を披露します。他にも元宝塚歌劇団の同期音月圭さんと白羽ゆりさんなど超一流のプロフェッショナルが衝撃のぶっちゃけを披露します。どうぞお楽しみに。 TBS アナウンサー田中みな実でした。それでは来週もぶっちゃけ。